ジョージ・オールトはアメリカ合衆国の画家であるプレシジョニズムの画家とされることもある建物や都市の景観を簡潔なスタイルで描いたオハイオ州のクリーブランドの裕福な家に生まれ若い時代はロンドンで育ちロンドンのスレード美術学校やセント・ジョンズ・ウッドにある美術学校で学んだ1911年にアメリカに戻りその後は ニューヨークやニュージャージーで画家として活動した。私生活では多くの不幸を経験し母親は精神病院で亡くなった後アルコール中毒になり彼の兄弟は1929年の株式市場のの暴落で財産を失った後自殺した。1830年代初めまでに展覧会などでオールとの作品はある程度の成功を収めたが人嫌いな性格は 画商との交流を妨げ、絵は売れず、生活は苦しいものであった。1937年から2番目の妻と、ウッドストックの電気も水道もない小屋を借りて、制作した。妻の収入で暮らし、この時期、後年の評価の高い作品を描いた。1948年に、嵐の中散歩に出かけ、5日後に小川で水死しているのを発見された。 検視官は自殺したと認定した。オールトの作品はホイットニー美術館やマサチューセッツ州のアンドーバー美術館で見ることができる。ありがとうございます。